島村うずき17歳です。みんなでキラキラできるように今回も笑顔で頑張ります渋谷凛ふんーこれが新しいプロジェクトまあ悪くないかないつでも全力本田望緒です笑顔いっぱい元気印の15歳呼んでくれてありがとう 嫌だ働きたくないえ印税生活に近づくしょうがないなぁ。よろしく頼むよ、プロデューサーにゃっはーいマラバスキラリだよユニットでも、ハッピーハッピーなキラリンパワーで、みんな、キュンキュンさせちゃうねミニア・ザ・ウッド・アナスタシア。私の名前は、 アナスタシアです。あーにゃって呼んでください。神崎蘭子。わ <laughs> が名を称えし者は、そなたか今こそ、召喚に答えようぞ神崎蘭子です呼んでくれて嬉しいな も,取り柄も特にないと思っていた私がこんなプロジェクトにまで参加できちゃうなんて魔法みたいですああ自己紹介ですかえっとタダリーナですロックなアイドル目指してますミクは猫ちゃんアイドルなのピーちゃんのプロデュースでこのプロジェクトでも輝いちゃうからね赤木ミリア11歳です 新しいプロジェクトのお話は聞いてるけど。え私も参加できるのやったーやっはーカリスマ JC アイドルの城ヶ崎リカだよこれって、お姉ちゃんも参加してるのそうなんだやっほー城ヶ崎美香だよ このプロジェクトって超すごいんでしょめっちゃ期待しちゃうなー。こんにちは。高垣楓です。アイドルとして今よりも高みを目指したいと思っています。川島瑞木よ。新しいプロジェクトに参加できて嬉しいわ。どんなことに挑戦できるのか、今からとっても楽しみね。 声優アイドルうさみん星からやってきたうさみんこと阿部奈々ですははっ水幸子です世界一可愛い僕をプロデュースできるなんてあなたは本当にラッキーな人ですねやっと見つけたいろんなアイドルが参加する祭典で巡り会えるなんて運命の赤い絆 感じちゃいます。白坂ごめです。アイドルが集められて一緒にプロジェクト。パニック映画の導入みたいでちょっとドキドキ。きなこきなこぼっちなこ おししょうか。あ、はい、さっきから、いました。北条カレンだよ。大きなプロジェクトに参加できるなんて、夢みたい。でも、ここは新しいスタート地点だからね。気は抜かないよ。うち、小早川さえ、言います まあ、ぎょうさん人がいはるんやな。なんやおもろいこと、始まりそうやね。さぎ沢わふみかと申します。新しい舞台への扉を開いてくださったこと、感謝しています。新たな物語を、一緒に、 紡いでいきましょう。あたしは姫川由紀、二十歳。まさか、あたしが新しいプロジェクトに呼ばれるなんてね。最高峰のリーグに挑戦するみたいな気分だよ。じゃじゃーん宮本フレデリカだよ。パパが日本人、ママがフランス人、生まれたあたしはフレデリカー。早見かなでよ。 プロジェクトの話は聞いてるわ。連れて行ってくれるんでしょ未知の世界へ。立花アリスです。新しいプロジェクトと聞いて楽しみにしていました。別に子供みたいに浮かれているわけではありません。一之瀬しきちゃんでーす。くんくん。 プロデューサーの楽しそうな匂いにつられて、来ちゃったー。桜井桃花ですわ。多くのアイドルを集めて、一体何をするおつもりですのあら、面白そうなお話ですけれど。ジース大付き合いだよー好きなものはねー カラオケとキャンディープロデューサーちゃんも一つ食べるー僕はアスカ。二宮アスカ。ああ。プロジェクトのことは聞いているよ。そして君がプロデューサー。ね。五十嵐京子。趣味はお料理。洗濯、掃除。家事全般です。 新しいプロジェクトでの挑戦、すごく楽しみにしてました。松永亮、18歳。新しい世界で歌うチャンスをくれて、ありがとな。最高の歌声、みんなに届けてみせるよ。三船美優と申します。2月25日生まれの26歳で、えー、っと、 ご期待に応えられるか、少し不安です。森久保…ですけど、ちょうど霧もいいですし、その、机の下に戻ります。みんな、お待たせースウィーティーなシュガーシュガーアイドル、シュガーハートの登場だぞおいそこ、無視すんな 最強アイドル、早坂未霊だうちらしいファッションとステージで、ライブでもお仕事でも、何でも任せろ水本ゆかりと申します。幼少の頃よりフルートを、近頃はアイドルをやらせていただいております。ひなこが、プロデューサーさんの新しいプロジェクトに <laughs> これって、アイドルたちが集まる、舞踏会への招待状ですよね。ふ <laughs> ふプロデューサー殿に、敬礼ヤマ山と秋であります鍛え上げた体と心で、厳しいアイドル界を戦い抜きますよにん私、忍びアイドル。 口綾と申しますトップニンドルを目指すべくアイドルの道を駆け抜けてまいりました新しいお仕事ワクワクするね今年椎名のりこ夢は大きくドーナツみたいなアイドルになること高富士加古ですナスじゃなくて過去ですよ <laughs> お約束のご挨拶ですね。あたし、木村夏つ好きな音楽はロックだ。アイドルとして全力で歌うよ。よろしくな、プロデューサーさん。向井匠自己 PR だそんなもん、ねえよ。アイドルが集まるプロジェクトなんて、空じゃねえっての。